はい、軽井沢に移住するまで私たちはこうだったということでお話をしていますけれども、うん、今日は6回目になります。はい、5回目まではいろいろお話ししてますので、概要欄に URL 載せてますので、ぜひお時間になる時に見てください。で、今日は6回目何のお話をしますか？今日はね、うん、建物を建てるので、うん、その建物の、うん、中レイアウトっていうのかな、はい、平面図一部公開しちゃおうかな一部ちょっと見ていただこうかなと思いますので、うんうん、どうぞこちらです。はい、はい、こちらですそう、まあね、こんな感じで普通のごく普通の2人だけで住む家を作って、ね、割とコンパクトな、ね、うん、建物、うん、と思っているんですけれども、うんうん、どんなところに気をつけて住んでいるのかはまだちょっと大雑把に話してみようかなと思うんですけど、うんうん、これ、まあ、2階建ての1階なんですけど、うん、最初は平屋建てを考えてたんだよね。そう、うん、なんか貸別荘のオナーズヒル、うん、軽井沢にあるね、うん、に何棟か泊まらせていただいて、その中の E18 と平屋建ての別荘がすごい気に入ってたんだよね、私たちね、うん、マンション暮らしにも慣れてるし、ね、1階で全部完結したらいいなという思いは、うん、ありました、うん、で、まあ、1階で生活は完結するんだけれども、うん、やっぱり一番の目的が軽井沢に住んだら、うん、浅間屋の家の中をきれいに見たいっていう目的があったので、うん、まあ、それを叶えるんだったらやっぱ2階の方が見えるんじゃないかということで、うん、まあ、2階にも作りたいんだけど、まあ、生活は1階で完結したいって考えた時に、まあ、2階に仕事部屋を持ってたらどうかなって思ったんですね。まあ、私たちの場合2人とも家の中で仕事をするっていう時間も長いので、まあ、2階でそれぞれの部屋が一つずつあったらいいんじゃないっていうのはちょっと思ったんだよね。うんうん、その話をもらった時に、うんうん、僕は会社員よね、35年やってきていたので、うん、オフィスに入るとオン、うん、でオフィスから外に出るとオフに切り替わるっていう、うん、そのスイッチがこう、うん、染み付いていた、うんうんうん、でもそれはさ、うん、階段によってオンとオフ、うん、上るとオンになって、うん、降りるとオフっていうのなんかいいんじゃないかなって思ったよね、うんうん、なんかすごい負に落ちたんだよね、うん、そう、私の中ではそういうオンオフってそんなにあんまり普段ないんだけど、うん、まあ、だからこそ余計に1階でなるべくプライベートなお話とかもするし、うん、まあ、暮らしは1階にあって、2人で仕事のミーティングする時とかは、うん、仕事の話は2階でするっていう、うん、なんかそんな切り替えをすると、うん、2人の中にもいいのかななんて思ってね、うん、見ている。および浅間山をそうそう見る綺麗に浅間山が見える、見る、うん、見ながら仕事できたら最高だななんていうのはね、すっごい思ったんだよね、うん、で、あと全体的にやっぱりこう一体感のある家が作りたかったっていうのが私の望みではあったんでね、うん、壁とか扉とかね、うんうん、そういうものを少なめに、うん、まあ、引き戸にして普段は開け放つ扉と、うん、あとはもう扉もない空間もあったりとか、うんうん、そんな感じで一体感のある家にしたいなっていうふうに思っていました、うんうん、空調っていう視点から言ってもね、うんうんうん、各部屋エアコンありますっていう状態であればいいけど、うん、まあ、そういうのも少しロスが大きいなと思ったし、うん、いかといって一部屋だけに冷暖房が入っていて違う部屋に行くとすっごい寒いとかすっごい暑いっていうのもあまり体に良くないんで、うんうん、特に軽井沢寒いからさ、そう、実際我々の家ってエアコンに、まあ、2階だけどエアコン2台だけで基本的に全部温まるような設計にはなっている、うん、はい、ありましたね。で、生活動線、あ、動線ね、どうしようかな、まず帰宅動線、うん、ああ、玄関入ってきてっていう、ね、そう、玄関入って、うん、玄関扉入って、はい、玄関に玄関ドアに立って、立ってそこから、まあ、玄関の上に、うん、まあ、フローリングの部分があって、うん、意外と図面見た時に、うん、結構広いのかなと思ったんだけど、うん、実際寸法に合わせてこうね、部屋の中でやってみたら、うわ、狭って、そう思ったより、なんかほら夢ばっかり広がっちゃってさ、当然、うんうん、なんかすごく大きい玄関とかイメージしてたけど、うんうん、いざ測ってみたらそんな広くなかったっていうのは正直あって、うんうん、まあ、でもそこから入っていって洗面を持ってきてるんですね、うん、それはお願いしたんだよね、うん、
でそこはもうトイレもその横にあって、トイレの手洗いでもあるっていう、まあ、兼ねている、うん、まあ、手を洗うところ別に複数箇所を設けたくなかったので、うんうん、一箇所だけで掃除は少なく廊下をちょっと歩くとウォークインクローゼット、まあ、脱衣所があって、その奥にウォークインがあるっていうね、うんうん、そこで着替えて、まあ、部屋着に着替えて、うん、まあ、リビング廊下を通って、うん、でリビングダイニングキッチンの方に歩いていく。食料品を買って帰ってきた日は、うん、あの手を洗ってそのままキッチンの方まで廊下を歩いていく。でパントリーに入れる、うん、2つ土地でも楽なような形でっていうことで一応考えてみたんだよね。とウォークインクローゼットを、うん、あの各部屋に設けずに一箇所に集約したっていうところかな。脱衣所とウォークインをくっつけてくださいっていうところは、あの動線として考えたところではありますね。例えば下着とか靴下とかタオルとか、そういうこう洗濯して乾燥まで、まあ、洗濯機でやってしまうので、でそれをしまう引き出しっていうのが目の前にあって、それがお風呂の入り口のところにあるっていうのが、洗濯の作業を考えてもすごく楽だなと思って、で例えば、まあ、乾燥機かけないようなシャツとかそういうものをすぐ上にかけられるようにアイアンバーを上に設けて、で課題が目の前にあるから乾きやすいっていうのかな、で乾いたらすぐ隣にあるウォークインクローゼットに持ってってっていう感じで、全部が近い、ね、畳める台も洗濯機の横に、ね、そう作ってもらう予定だよね、うん、そう、すごく洗濯動線は便利になるかな、便利、すごくありがたいなって思います、うん、作ったところ。あと動線で考えたのはキッチンかな、最初イメージしていてお願いしていたキッチンが、まあ、いわゆる冷蔵庫と、まあ、H ヒーターと洗い物するシンク、この3つの三角形がなんかすごく遠かった、小さい三角形だと楽ですよっていうのを、まあ、見た時に確かになって思ったんだよね、うん、まあ、冷蔵庫はできればパントリーというかにしまってしまいたかったので、ね、見えるところ、リビングから見えるところじゃなくてね、うん、って思ったので、冷蔵庫を起点になるべくシンクもそっちに近くになるように、あのアイランドキッチンにしてっていう形で、まあ、ちょっといびつな三角形にはなったけど、まあまあ動線はいいかなっていうふうに思ってます、うん、2人でこういろいろ準備することも多いので、2人がこうなんていうの、すれ違わなくてもいいようにぐるぐる回れるっていうのは、ね、周回できるようになっている、うん、ありがたいなっていうふうに思ってます。で他に何か工夫したことってそうね、動線とはちょっと違うけど工夫したことがいくつかあって、うん、最初にちょっとね玄関のお話、うん、うわ狭って、まあ正直ね、なんかイメージ広がりすぎちゃったから狭いなって、もうちょっと広く見ら、うん、感じられるようにしたいなっていうふうには思って、うんうんうん、まあ、だからといって玄関をすごく広くして寝室狭くするとかあんまりそういうふうにしたくなかったから、うん、ね、まあ、土間を上がった、うん、なんていうの、うん、ところと廊下がつな、うん、あの同じフローリングでつながっているので、うん、あのガラスの扉にしたらどうかなって思ったんでね、うんうんうん、玄関から廊下に出るところの扉をガラスにして、うん、奥まで見える、見通せるように、そう、閉めても鏡だった、ね、ガラスだったら一体感があって、うん、ちょっとは広く感じるかなと思ったことと、うんうん、あとはなんか下駄箱をもう床から上の窓、高窓にしてるんだけど、うん、高窓の部分で全面下駄箱にしちゃったんだよね、うん、全面鏡にしちゃう、ミラーね、鏡張りです、うん、まあそうすると2倍に見えるかなっていう反対側が映ってね、そう、2倍の広さに感じるかなって、そうなると、あ、なるといいね、なるといいね、ちょっと本当これはチャレンジなんだけど、うん、あの玄関を2倍に見せたいなって思うような、うん、一応これは工夫かな、うんうん、あとはこの かまちを5センチにしたの、5センチ、うん、完全フラットっていう建物部屋もね、最近はあるみたいなんですけど、まあ、軽井沢はどうしても土の上を歩くことが多いから、うん、靴の裏に泥がついてることは多いので、うん、フラットだとちょっとね、うん、なるべくそこを低くして、うん、してなるべく広く見えるように工夫をしました、うん、あと工夫したことというと、あの扉を神谷さんのフルハイトドアを、うん、を使うことによって、でしかあそこ本当にこだわってて壁面壁と一体化するっていうのをね、うん、すごく強く押し出していて、あとなんだ、ボイラー室、あの図面見てもらうと分かるように、うん、ボイラー室が室内なんだよね、エコ給湯を置く部屋、うん、まあボイラー室って、ボイラー室、まあ、外からしか開かない個室なんだけど、うん、
まあ、そもそもオール電化にしようとしているので、うんエコキュートを採用してるんですけど、囲った部屋の中で貯蔵しておいた方が、うんまあ、節電にもつながるのでって、まあ、そこ少し余裕があるから何か物を置いたりもできるので、まあ、私はね物置は使えるかもしれないあとはかな薪ストーブを一応設置することにしていて、うん、その薪の出し入れがしやすいように、うん、薪ストーブのそばに吐き出し窓を、うんで吐き出し窓から外に出ると多分 2,3 歩で薪棚、うん、そうまあ庭もそんなに広いわけじゃないのでもう 2,3 歩で薪棚がそこにあるっていうことで、そういう想定になる。あとなんだろうな、寝室がリビングと接していてこう隣り合っていることで、しかもそこに扉は作らなかったんだよね、うん、寝室とリビングの間に、うんまあ、空洞があるっていうのは何ていうの、空いてて、そこがまあ横幅7、80センチぐらい壁がくり抜かれてて、まあ、正直お客さん来た時とかそこスクロールスクリーンで下ろせるようになってるんだけど、うん、普段は基本閉めないっていうか、うん、リビングからすぐに寝室に行けるっていうのが、うん、なんだろうね、なんかこう精神的にすごくこうなんか良かったんだよね、うん、そう。まあ、工夫なのか、こうちょっとわがまま言って、うん、あのデザインとして取り上げてもらったっていうね、うん、そう、そこがちょっと普通と変わってるかなと思うんですけど、うん、あなたの場合は、はい、割とこう仕事をしながらプライベートなこともして、うんうんうん、なんか休憩と、仕事がこう混在するような状態なんで、うんまあ、それなりにこう疲労も溜まっていくんだと思うんでね、なんかちょっと疲れたなーって、なんか横になりたいなーっていう使い方ができるのかな、ね、それがいいのかもしれないね、横になったりするので、うんうん、そこは願望がかなってよかったなと思います、うん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 、私たちの場合は1階がこんな、1階をこんな感じで、うん、あのプライベート空間としてやっています、うんうん、はい、まあ、実際これが出来上がったらまたルームツアーって感じで、うん、あのお見せしてもいいかな、お見せ しようかなって思って、思惑通りになってるかどうか答え合わせみたいな。そうなんだよね、なんか廊下とかもすごく長い、こんな長い廊下大丈夫かしらと思ったけど、まあ、いや意外と多分そうでもないな、まあ、3,4 歩で行けるっていうそう、まあ、実際はそんな感じかなと思うんですけど、まあ、楽しみだなって思います。そうだね、はい。でまあ引き続きこのそれぞれ、うん、この歌詞はこんな風にやっていきますなんていうのを上げていきたいなと思うので、うん、引き続きお付き合いしていただけたらいいなと思うんですけど、はいはい、次何やるか、あ、次何ですか、キッチン、住宅、キッチンの特集、キッチンの特集、キッチンこんなのにしましたっていうので、まだもちろん入ってないんだけど、あのいろんな会社さんを、うんまあ、見たり、うん、あのショールーム行ったり、うん、オンラインショールームを受けたりとか、うん、いろいろしたので、その辺のお話を次回はして、うん、私たちはこんな風に決めましたっていうのを話してきたらいいと思うので、また次回も楽しみにしていただけると嬉しいです、はい、はい、ということで、はい、今日もこの辺でいいですか、この辺でいいですか、はい、じゃあラムちゃんも一緒にバイバイしたいの、したいらしいです、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、さようなら、ありがとうございます。